はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、TH コンプリーターさんからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、今日見ていきたいのはですね、まあ、いわゆるサービス終了編成ってやつですね、ネクロマンサーゴーレム、あとは、ボーラーをドバドバーっとこう出していく攻め方になるんですけども、最近は、投下弊社を使うパターンもあるんですが、一方で、ウッドランチャーを使うパターンというのも結構多いですよね。純区長さんが最近よく、ウッドランチャーパターンの方をなさっているんで、それの方がこれからまあ強くなるというか、まあ主流になるのかなというふうに自分は理解しているんですけども、まあその話をすると、やっぱり気になるのがですね、スパネクが弱体化して、これが使えるようになってるのかな、まだ生きてるのかな、スパネクのその終了編成的なやつっていうふうに思う方多いと思うんですけども、本日お話ししたいのはまあそこです。で、結論から言うと、全然使えると思うんですね。ただ、これまでがあまりにちょっと、環境破壊度が強すぎたっていうことなのかなというふうに自分は理解してます。で、まあ、早速ちょっと見ていきながら話をしたいんですが、今日合計3本ですね、見てもらいたいと思ってます。2本がスパネク系で、1本がボーラー系という形で、どんなふうに使い分けるのというところのお話を、中心にできればなというふうに思います。で、ですね、まず、この当然スパネクを使うっていうことは、遅延が入んなきゃダメなんですね。つまり、1枠、1マスですね、1マス。壁1枚境にして、こう、施設があったりするじゃないですか。あと、ここもそうですね、こんな風に。こんな風に。こんな風に。こういうような壁を挟んで1マスの関係っていうのが、まあ、比較的たくさんある、ライトニングのチェーンが入りやすいような村ですね。そういう村を、攻める場合、でかつ、これ、今回のケースで言うと、このウッドランチャーをどう投げていって、透析タウンホールを降ります。でこちら側、インフェルノと、あと、透析機、奥にあるやつに関しては、ロイちゃんでガツンって折っていくんですね。で、こういう形でインフェルノ、インフェルノ、透析機、あと、ギガインフェルノですね、このタウンホール。これが確実に折れる絵が描けない限りは、使わない方がいいっていうね。でもこれ、ジュンクさんがおっしゃってたんですが、JWC でですね、もう、どうの全開王をこの戦術だけ取っているジュンクさんが言うんで、まあ、かなりこれ僕は重く受け止めてるんですけども、それができる村に対しては、今言った、このドバダシ系の編成、っていうのが使えるのかなというふうに考えていいんじゃないかと思います。まあ、だから今みたいにその宝石インフェルノ、あとギガインフェルノですね、これを壊せる、ルートが描ける、運が良ければ壊してくれるみたいな、そういうパターンじゃダメですね。しっかりと確実に壊す絵が描けるかどうかというところがポイントになってきて、で、それができ、かつライトニングのチェーンが入るような、1マス、離れた程度の、間隔で施設が置いてある村に対しては、このスパニック系の飛ばだしが刺さるということですね。めっちゃ早いな。俺、もう喋りきってないんだけどな。終わっちゃったっていう。わずか1分48秒の全開です。これさすがに早い。で、今のこのグルダンさんの攻め、もう一回ちょっと中心的な、注目すべきポイントを押さえながら見てほしいんですけども、まずこれクエイクを使って、穴を開けていきますね。で、このクエイク、いや別にジャンプでいいんじゃないのって思う人いるじゃない。ないかと思うんですけども、いやクエイクなんですね。ここもそう。でこのクエイクを使うことによってタウンホールの体力見てください。これめっちゃ入ってんですよ。半分になっちゃってんですよ。めっちゃこれすごいアドバンテージですよね。投石もイーグルもクロスボウもほらこれは違うか。めっちゃ体力削られてるんですね。つまりこっから半分からこっち側って防衛の体力がもうほぼほぼ半分削られて結構瀕死状態になってるわけですよ。これもそうですよね。なのでスパネクのダメージが入った瞬間に結構簡単に脆く壊れてくるんですね。っていうのが、期待できるので、で、さらにこのウッドランチャーで殴ることによって、遠くにあるこの大砲とか、こういう投石とかをさらに壊していくということですね。もはやもうスパネクがアプローチするまでもないと。で、これ、綺麗にこのね、トームが決まってるんですね。トームが決まってるタイミングでアーチャークイーン、相手のアーチャークイーンと、キングリンフェルノ、ロイヤルチャンピオン、ダメージほぼ受けることなく突破していき、2本目のシングルインフェルノもバーブレイキングと共闘して壊していくと。タウンホールはウッドランチャーの攻撃プラス、後ろから来たバルキリーイエティが壊していって、最終区はここにある、投石機に関しては、ロイヤルチャンピオンがホーミングシールドを発動して壊していくということで、まあ、こっちはね、わかるんですよ。こっちはネクロスパビーズ部隊で壊せるのがまあわかるんですけど、これでね。ここに関しては、
全部ロイヤルチャンピオンがズバッと言ってるんですね。でこのロイヤルチャンピオンの仕事がもう必要不可欠で、これが残っちゃってたら、もしも、まあ、投石とかですね、この投石が残っちゃったりしてたら、おそらくこれ成功しなかったんじゃないのかなというふうに思うぐらい、このロイヤルチャンピオンの仕事を計画、まあ、プランの段階でこう見て実行しきったグルタンさんの読みと運用のその力勝ちですよね。すごいなと思いました。さて、本日はですね、ちょっとここ TH コンプリーターさんから一回離れて関西クラクラクラブに飛んでみたいと思います。はい、こちらミケさんの攻めですね。ミケさんがね、もう最近やっぱりもうこの最近っていうか、もうここ多分数ヶ月間あのこれ系のドバ出し戦術を徹底的にやり込んでいるんで、もうすごいね、精度が上がってきてます。JWC の、初戦、初見攻めだったんですけども、なんかツイッターでは、僕とかが、アドバイスしたとか言ってますけども、もうプラン考えてるのが全部三毛猫さんなんで、で、まあ、僕が言ったのって本当にもう些細なことですよ。もう全然だからご本人の、村を見る力、で、それに対してどういう面で攻めていくかっていう力ですよね。まあ、完全に勝っていたと思います。で、これ、見てもらうと、シスがこういう風に3つ連なってたりとか、あとタウンホールとこれ、宝石が、もう1マス差であったりとか、この辺もそうですね。みんなこう、シスが密集してるんですね、壁の中が。とにかく壁の中にシスが密集してるんですよ。で、こういう場合には、やっぱチェーンが入っちゃうんですね。で、今までその 60% あったチェーンが今 40% に減っちゃっていますけども、まあそれ自体は確かに、ディスアドバンテージにはなっているものの、今までちょっと突出しすぎていたダメージが、まあ、それなりに戻ったということで、このなんていうのかな、下方修正の意味っていうのを考えるときにボーラーを使うか、それとも、スパウィズを使うか、どちらを使うかっていう判断を、今後はしていかなきゃならなくなったっていうぐらいに考えればいいんじゃないかなって僕としては思います。で、今の1本目2本目の動画みたいにですね、アタックみたいに防衛側の施設が密集している場合っていうのは、やっぱり、スパビズが刺さるし、なんならこういう、見て、これ、今、あっという間に、パピーが消し飛びましたけども、スパビズが今1体しかいないのかな。1体のスパビズが、パピーをですね、粉々に、2発ぐらいの、魔法攻撃で、全部壊して、潰していきましたね。こういうことができちゃうっていうのが、やっぱスパビズの強みでもあるし、っていう形をいかにして作るかというところに関して言うと、これですよね。村の形をやっぱよく見ろっていうことですね。やっぱこの辺が密集してるなって気がしますよね、ここ。密集してるけども、じゃあライドラで刺そうかって思ったら、刺せる面って言ったら、まあ、こちら側からかな。行くしかなくなっちゃうんですけども、まあ、個人的にはこの村、縦長の向きが矢印いっぱいであれかな。こういう向きに縦長なんで、どちらの面からかライドラ入れるならまだいいんですが、どこからはちょっとなんか入れにくいなって個人的には思っちゃうんですよね。で、そうなった時に、じゃあ、ライドラと同じようにチェーンが入るスパビズを使いましょう。でもそのスパビズを使う、狩猟編成的な攻め方をする上で、どんな風に配置を見るのかって考えた時に、ここですね。このルート上に、融雪が固まっているんで、そこに関して、壁をここ開けていきながら、クエイクハッチダメージを入れて、かつウッドランチャーを流していけば、主要施設にダメージが追加で入って、スパビズがアプローチするまでもなく壊せる、かなりいい形が作れるなと。で、こうなってきたときに、まあ、狩猟編成を選べるっていう、ね。まあ、本来は今言ったその、いい形が作れるなっていうところを、見てから、じゃあこの配置には、ね、施設の密集度合い考えて、スパビズなのかボーラーなのかという判断をしていくっていう、まあ、順番にはなると思うんですけども、結局だからこの2つのポイントが、この編成で攻める場合に見るべき点になるんじゃないのかなというふうに思います。というところで、ラストですね、行ってみたいと思います。はい、こちらジュンクさんですね。やっぱりこの攻めがね、見れるのがポンコスのボンクラにアカウントを入れさせてもらえている僕のすごい大きな、利点かなというふうに思ってます、個人的には。ジュンクさんやっぱり常にこの攻め方をされるし。で、このね、精度がやっぱ高いんですよね。見てみると、多少こういうところ繋がってはいるものの、こういうところですよね。こういうところ。この辺とかこの辺とかこの辺とか、なんとなくスパビズで壊しにくい感じがする。まあ、チェーンは一応入るんですけども、やっぱり、
ペースの隙間っていうのが、まあ、こういうとこも空いてますしね、なんとなくこう隙間があるなっていう感じがさっきの2個目の村に比べるとだいぶ感じられると思うんですよね。隙間が見える。でこういう村に対してはやっぱりボーラーの方がいいって感じね。バウンドダメージが縦一直線ではあるものの結構奥まで入るので、まあ、隙間2マスぐらい空いていてもちゃんとバウンドが入ってくるっていう点でアドバンテージが大きいということなのかなっていうふうに思います。で今回の件で言っても、ここですね、ジャンプ打ってフルインフェルのアプローチできる形を作りながらクエイクを使って中央部穴を開けず、クエイクのダメージを利用してのライトニングですね。これをお見事。このライトニングとクエイク、壁を開けながら、投石機にダメージ入れてライトニングで、ダメージが入った投石機を折っていくということをしながら、この部分のカットの役目も担っているので、ボーラー本体を通すルートを、まあ、大体こんな風に描いてるんだと思う。でここにしっかりとこれですよね、ネクロとボーラーが入っていってまっすぐ向かっていくという形を、ね、でウッドランチャーもガンガン攻撃を仕掛けていて、タウンホール、クロスボ、この辺をガンガンと削るという形で、最後ここですよね。どうしても残っちゃうところがもう見えてると思うんですけども、ここロイヤルチャンピオン当てていったんですが、おそらくこの相手のロイヤルチャンピオンにこの当たってしまっているタイミングで、この相手のロイちゃんはゴーレムとかでタゲを取るはずだったんだと思います。 EAT とかですね、取り切れなかったんでこれだけが残っちゃって、最終このシングルインフェルノが、ちょっとね、厄介な仕事をでくれちゃいましたけども、いかんせんこっち側のユニットが残りすぎてるんで、そのままもうガツンと行ってしまってですね、前回まで持っていったという感じですね。押し切っちゃいましたね。すごい。でこうネクロ焼くんですよ。こう、わかりますか、こうネクロ。ちょいちょいこう焼かれちゃったじゃないですか。焼くんですよね、シングルインフェルノが。意外と、ターゲットの切り替えが早いので、まあ、5倍あるですね、マルチに比べれば、まあ、マシっちゃマシですけど、スケルトンを焼く効果も結構ありますよね。ちょん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 ってスケルトンが焼かれちゃっていなくなって、でネクロ本体が、キャーってやられちゃうみたいな感じ。気持ち悪かったか。すいません。そんなところですね。シングルインフェルノは侮れないんで、ちゃんと、キングさんケアをしてましたけども、ちょっと、ロイちゃんのタイミングの問題だけ、少しあったのかなという。まあ、ちょっと話変わるんですけども、まあ、ポンコツとボンクラですね、ついに自分、やっとタウンホール12だって全開出たっていう話をね、させてください、最後に。まあ、別に、リップ見てもらおうとは思わないんですけども、やりましたよ、ドラグバットでね、取れることができましたけども、いや、苦節、ほんと苦節。これね、あと、タンホール12に上げたのが、確か年末だったと思うんですよね。大型アップデートが来る前後。で、そこから約1ヶ月半、2ヶ月ぐらいかな。全く全開取れませんでした。多分ね、タンホール13と同じ攻めを基本僕してるんですけど、12で。ユニットの進行速度とか、あとはその、まあ、ロイヤルチャンピオンがいないことによる区画のその見方ですよね。こういうところがやっぱ考え方が違って別世界なんですね、12も12で。でそれもあってですね、ちょっとだいぶ苦戦を強いられましたが、まあまあこれからですね、またギアを上げてやっていきたいというふうに思うのと、ちょっと悲しい話をすると、すいません長くなっちゃって、悲しい話をすると、2,3 週間前に誰かちょっとですね、ぜひフレチャーやってらっしゃるクランさん、まあ、タンホール12のフレチャーやってるクランさんいらっしゃいましたら、声かけてもらえませんかってツイッターでお願いしたらですね、たくさんのいいねとたくさんのリツイートをめちゃくちゃもらいました。で結局ご招待をいただけなかったっていうね。あんまりなんかあれなのかな、やっぱ自分からちゃんとそういうお願いの仕方ではなくて、行かせてくださいって言わなきゃダメなのかもしれないですね。甘かったかもしれない、はい、まあ、というところですけども、これからも自分もギアを上げてやっていきたいと思いますし、ジュングさんの攻めも引き続きボンクラで見れるし、ミジアミケネグさんだともコムソーさんっていうね、実は同じ欧州在住の方が一人来てくださって、まあ、この方々の攻めっていうのがこのドバダシ系、まあ、終了編成系の戦術でエキスパート的な攻め方をしてくれますんでね、今後も配信していきたいというふうに思います。ということで、もしこれご参考になりましたということでありましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、これからもタウンホール13のみならず12、11と、幅広く扱っていきますので、ぜひまた、ご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。では本日このあたりで動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。